2023明治安田生命 J1 リーグ第10節、鹿島アントラーズとガンバ大阪の一戦をお送りします。さあ両チームイレブンの入場です。今日のメンバーです。基本的には方法2でしっかりこうミドルで構えながら引っ掛けてのショートカウンター狙いだと思いますけども、自分たちで間違いなくボールを持つ時間もあるので、その時に効果的にやっぱり前進したいし、前の2人にいい形でどれぐらいボールを渡せるかというところが、はい、注目したいなと思いますね。はい、アウェーのガンバ、こちらは2人に先発変更です。まあ、どのようにこう鹿島のこう圧迫感をかいくぐりながらボールを前進させるかというところと、プレッシャーを回避して相手自陣にどれぐらい入り込めるか、まあ、そしてコンビネーション出せるか、シュートの回数、質みたいなところはしっかり見たいですね。鈴木へ、鈴木が切り返して鈴木のシュート、ワンタッチあってコーナーキックです。まあ、今のもシンプルですよね。はい、まあ、スローインからですけど、まあ、鈴木優馬のアクションも非常に早かったですし、まあ、切り返しからシュートまで惜しかったと思いますね。この行く安西から右の広瀬、クロスボール、鈴木、仲間、シュート、惜しいですね。惜しいシーンでした。はい、さあ奪ったジェバリからダワン、ダワンのシュート、サイドネットでした。まあ、中盤のところで引っ掛けてピトゥカのところで、ね、引っ掛けるとこういうチャンスが生まれると思いますし、まあ、シンプルにやっぱり奪って早くっていうところが何か一番こう可能性は感じますよね。さあ宇佐美が前を向く、宇佐美、ジェバリ、ジェバリ、ジェバリのシュート、ナイスキーパー、ハーラーの回収、戻して黒川、浮かせたボール、ダーン、まあ、惜しいですね。ここもガンバがゴールに迫っていきました。うまくガンバの方からするとすごくこうストレスは感じながらボールサイドのところでプレッシング受けるんですけど、一つ剥がせると今みたいな形は作れると思うんですよね。樋口のキック、中央へ、左足、鹿島先生、仲間のゴール、仲間今シーズン初ゴール、後半開始早々ホームチーム先生です。まあ、やっぱりハードワークし続けている選手に落ちてきますよね。奪った鹿島、ピカドリブル、パスを選択、名古屋、名古屋クロス、鈴木のヘッド、鹿島追加点64分、鈴木が3試合連続ゴール、クロスボール、鈴木が飛び込んできました。いや、見事ですね。身体的な強さもありますけど、まあ、ヘディングの技術、入り方、まあ、全てがやっぱりパーフェクトじゃないですか。はい、見事です。素晴らしいゴールでした。さあリスタートを浮かしてゴール前、ヘッド、ジェバリのヘッド、奪ったガンバ、宇佐美というボール、藤井へ、藤井、横パス、土井のシュート、鹿島3点目、途中投入の土井、今シーズン初ゴール。あ、見事ですね。奪ったから早い攻めでしたけど、まあ、これぞ鹿島じゃないですか。はい、奪ってか
中央へ行ったか。藤井、安西、土井、土井のシュート、連続ゴール、4対0、すごいのゴール、トラップからコントロール、そしてゴールに流し込んでいきました。まあ、土井らしさが満載ですね、はい。まあ、先ほどの得点は左足、まあ、今度は右足ですけど簡単じゃないですよ。スペースで、そうですね、鈴木武蔵、さあどうする、鈴木のクロス、シュート、山見、ゴール前へ、谷キャッチです。試合終了、4対0、鹿島、昨シーズン8月以来のホーム勝利、そして今シーズン初の連勝です。